北野武監督、西田敏行さん、三浦友和さん、加瀬亮さん、中野英雄さん、中尾明さん、そして高山茂さんです。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。本日はお忙しい中ありがとうございました。今もう中国がね、我が国固有の DVD だとか言ってますけどね、それぐらい今ヒットしてますんで、ニーザだ。ああどうもこんにちは、たけしさん。あ、本当よかったね。ありがとうございました。いや今回の役はね、早めに殺されたのがちょっとムッとするね。シノもちょっと寂しがってたよ。あと塩見三世さんですかね。はいはい。花火師と塩さんの会が喧嘩になったら誰が先に取れてから。ちょっと川藤さんも入ります。ちょっと川藤さんが入ってます。はい。じゃか石原加瀬亮さん。加瀬亮さん。許してください。何でもやります。何でもやるのか。じゃあ野球やろっか。それだけは勘弁してください。出川哲郎さん、ちょっと最後で高山さん。あ、はいはい。うちと三の会とは加藤の代になってまでは分からへんからな。これちょっと吉田監督が入ってますね。ウトレージビフォンドが発売ですね。加計夫さん、楽しみですね。まだまだ見てないんですよね、達川さん。あのね、なかなかの評判らしいですよ。私もまだ見てないけどね。なんでお前らがアフレコやってんだバカ野郎。今度の DVD 出てんね。世の中トラブル続き、未確です。お前だけずるいやんか。わしの2枚ひーかつら声だです。はい、南光師匠、すいません。はい、300枚。津川さん、雅彦さんにお会いした時も、松村ちゃんのね、僕の真似似てないんだね。西田ちゃんは似てんだけどねって言われた。西田さんから、まっちゃんはね、津川さん似てるけど俺のは似てないんだよね。やっぱり好きな人の喋ったことはね、なんかね、残ってるんですよね。坂井正さんにお会いした時も、なんか私の作品をよく見てるんですよねって言われたことありますよね。なるほど、はい、結婚式は呼ばれないかも分かりません。心の中で喜んでますね。あ、よかったなと思ってですね。せっかくだからカメラに向かってちょっとコメントを。おめでとうございますってくれてまあ本当怒られてると思います。加計夫さんのお宅にもお邪魔しましたですね。だから奥様いらっしゃったんで、あきこ今帰ったよって言ったら、加計夫さんが、まっちゃん俺もそろそろ怒るよって言って、はい、あと川藤さんが奥様とこう2人でこう、だから何やこの野郎め、だから娘の塾は構成を取れろなんてこの野郎、まっちゃんこの夫婦仲を修復してみ、モノマネでって言われて。達川さんって広島の監督もやってらっしゃる達川さんの前でもよく、まっちゃんあのねあのねとわしはそんなには言わんよって言われたんですけどね。なんかそれからなんかこう言われたんですけど、それから何回もご挨拶させていただいて、あのね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 、これでいいかのまっちゃん、これでいいかのって言われましたですね。今後モノマネをしてみたい芸能人の方というのは。そうですね、松田翔太さんとかですね。危ない危ない、ゾクゾクするのって言ったら、松田翔太さんも、なんだこの人。平家が我らをないがしろにしたものとみなすってやってたら、また翔太さんがよく覚えてますね。途中でなんか向こうから声かけていただいたんで、ありがたかったですね。はい、あ。なんか本当モノマネってのはある意味ストーカーみたいなもんですね。はい、あ。でも中島智子さんとか。どうも中島智子です。今大変なことになってますけどですね。まあ TKO の木下も怒ってましたけど、たけさんなっちゃいますね。すみませんでした。まあ私は言うことはありませんですけど。まあね、俺もね、頑張ってますし。真面目になってよかったな。っていう小日向さんですね。おい、俺は一体どういうことなんだよ。なーもその前から花火師の後ろにこそこそ隠れて腐れ寄ってこらーん。うちとその会長は先代の会長の頃、うん、これは中尾だよ。こんなに喋ってもさ、ほとんど使わないんだもん。だいたいスタジオでもね、出てくる瞬間に牧野サインが出てるから、僕が出てきたら牧野サインだもん、いつも。